札幌一番プレゼンツ、藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ。こんばんは、藤ヶ谷太輔です。さあ、聞こえますでしょうか。鳥とかね、風とか、なんかこうお届けしたいですけど、なんせもう密室ですね。何の音もせず、でも景色綺麗ですね。緑が多くてなんか静かなところですね。先週に引き続きピースフル荘からお届けしております。都内のレンタル撮影スタジオです。いや、いいですね。なんか静か、夜ももっと静かなんだろうな。スーパーとか近くにあったら最高だな。お惣菜が買えるような、住むわけじゃないのにそんなこと考えてるっていう。さあ、あなたと過ごす190回目の夜、最後までよろしくお願いします。今夜の1曲目です。12月14日にリリースの新曲、千賀健人君出演のドラマ夫婦円満レシピ交換しない一晩だけのエンディングテーマにもなっています。キスマイフット2でリバーステージ。お送りしたのはキスマイフット2でリバースステージでした。藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ、キスマイフット2、藤ヶ谷太輔がお送りしています。札幌一番プレゼンツ、藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ。この時間は札幌一番がお送りします。札幌一番。皆さんは札幌一番に7つの味があるのをご存知ですか？コク深いスープの味わいがたまらない醤油味、8種類の味噌のブレンドが特徴の味噌ラーメン、素材の旨味がぎゅっと詰まった塩ラーメン、奥深い香りが口いっぱいに広がるごま味ラーメン、あっさりしながらコクのある塩豚骨ラーメン、パンチの効いた辛さが元気をくれる味噌ラーメンうま辛、濃厚ソースと麺のボリュームが最高のソース焼きそば、7つの美味しさ、ぜひ楽しみましょう。あなたと過ごす土曜日の夜、藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ。いつもお送りしている東京有楽町日本放送のスタジオを飛び出して、国内某所にあるピースフル荘からお送りしております。都内のレンタル撮影スタジオで、すごい広いんですよ。 5LDK、 すごいね、居心地もいいですね。和室もあったり、あと庭があったりね、すごい綺麗な落ち着くような場所でしたね。ここで今週もお送りしたいと思います。さあ、ラジオの前のあなたと僕、藤ヶ谷太輔だけの時間、僕に届いたあなたの声を紹介していきます。東京都のマヌエラさん、最近家を建てようと思っていろいろ間取りを考えています。猫が2匹いるので、猫たちが楽しい家にしたいなと思っております。藤ヶ谷君は家を建てるならこんな風にしたいな、どこに建てたいな、など理想はありますか？これでもさ、そろそろ考えないとだよね。よく聞くのが、そのなんか3回目に建てた時にね、本当の理想の家になるっていう、なんかうちの父も言ってて、建てて、あ、もっとこうすればよかった、でそれを踏まえて2回目とかさ。いやー、俺はでもね、なんだろう、一回もほら建ててもないし、なんかこう漠然と、でも一個あるのが、もう絶対条件で、雨降ってる日になんか濡れずに車乗れるみたいな、ガレージで、玄関とは別にガレージからも出れるし、玄関から歩いて出れるみたいな、それ結構ね、絶対だな。なんか雨降ったまま傘さして車のとこ行って、鍵ガチャガチャって、そう、扉開けて、で車入る前にギリギリ、あ、引っかかった、もうみたいになるじゃん。だからもうそれだって、やっぱガレージなんか欲しい、いろいろ置けるじゃん、自分のものもそうだし、なんか趣味のなんか空間みたいにもしたいし、あとね、いつも思うんだけどね、寒くなるとやっぱこう温泉欲しいなって思うよね。温泉か、せめてヒノキの、あの風呂、ヒノキ風呂でね、なんか水風呂とかもあったりな、ちっちゃくていいから。
だってあったら最高じゃん家にねえ、サウナもつけとくかあったら最高だよね。ただドラマとかになるとサウナ行きたいけど明日も朝早いで移動の往復考えるとこの2時間はとかね1時90分はちょっと睡眠に当てたいなって思うこともあるじゃない。その時にあそう俺家にサウナあるわってですごい台本とかさなんかこう頭で整理しながら水風呂入ったりして体も心も整えてよし働こう頑張んなきゃいけない理想はでかいぞ。そういうのいいな。こういうなんかまあ家もそうだし別荘とかがもし本当にあれば住めれば働きます頑張って続きまして神奈川県のゆうさん。先日娘と話をしていた時に一番古い記憶の話題になり手繰り寄せてみたら娘は1歳の頃に見たアニメのワンシーン、私は2歳の頃に初めてピアノがやってきた日のことでした。意外に古いことを覚えてるものだねと驚いたのですが、藤谷くんの一番古い記憶はおいくつくらいのものですか。すごいね。でもいますよね。だからそれこそお腹の中にいた時の記憶があるとかさ。でも俺もう大人になってからの記憶も全然ないから、もう子供の頃の記憶なんかもあるわけないよね全然覚えてないもん。だってほらそうじゃん、このラジオでもそうじゃんね。この前これ言ってたけどとかいうのがさ、リスナーさん送ってくるもんね。あなたが買った変態 T シャツ買ったのにさ俺初見のリアクションみたいなね。番組で買ったんですよね、なんかね変態 T シャツとかメンバーにそういうの配ってっていうロケがあって、俺それって全く覚えてなくて、で私も変態 T シャツ買ってなんか会社に行っちゃいましたみたいなね、お手紙読んだ時に、てか何これって、てか変態 T シャツなんか買う人いんのって、売ってるのすら見たことないわって俺本当に答えてたら、ロケで買ってたんだよ3年前ぐらいね。覚えてないよ。でもっていうのもその家にある家にあったこうじゃ写真、子供の頃の写真とかをずっと大人になるまで見てたから、なんかそれが刻まれてて実際の自分の記憶なのかどうかも定かじゃないし、でも一個覚えてるのがね、あれ年長さんだったかな、幼稚園の、俺あの未だにあのおでこに傷があるんですけど11針縫ったで、なんかそのね手術の時の記憶はあります。あのベッド寝かされて、なんかこのおでこのところだけ穴が開いてる、なんかね紙みたいなね、なんか手術のその先生が着てるような白衣でもね、俺の記憶だとなんかね青色だったんだね。手術の時とかって緑とか青とかで、多分それと同じような色のを、なんかおでこのところだけ穴が丸く穴が開いて、要は多分本人に見せないようにじゃないかな、あと先生がどこを手術するか分かるようにくり抜かれた紙みたいのがこう自分の顔に来て、なんか見えなくなったのを覚えてる。でそこから多分光があのバチンってついてすぐ眩しくなったのを覚えてる。だから4歳5歳かな、もうそれだけ。4歳5歳のその傷の記憶ぐらいかな。いやさ、まあさすがに1歳2歳はないですね。うん、もう本当に何度も言うようですけども、そもそも最近の記憶すら危ういんで、ちょっとそういうのなんか見れる、まあいいも悪いも含めてだけど、なんか見れるマシンとかって面白くない？これからどんどん技術発展して何歳頃の自分の記憶、見てみたいな。面白い、記憶って面白いですね。さあ、あなたの声を聞かせてください。今思ってること、感じてること、最近あったこと、どんなことでも結構です。受付メールアドレスはgaya@1242.com gaya@1242.com。 あなたの声を待っています。藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ。札幌一番。皆さんは札幌一番には7つの味があるのをご存知ですか。それぞれに良さがあってどれも好きなんですよね。すっきりしてコク深いスープの味わいがたまらない醤油味、風味豊かな8種類の味噌のブレンドが特徴の味噌ラーメン、素材の旨味がぎゅっと詰まってさっぱり美味しい塩ラーメン、
奥深い香りが口いっぱいに広がるごま味ラーメン。あっさりしながらもコクのある塩豚骨ラーメン。ピリッとパンチの効いた辛さが元気をくれる味噌ラーメンうま辛。濃厚なソースとしなやかな麺のボリュームが最高のソース焼きそば。あー、どれも美味しそうだな。皆さんも7つの美味しさ楽しみましょう。続いてはこちらのコーナーです。若者言葉クイズ。今時の言葉をあなたから学んでいます。謙虚な姿勢で学ぶ気持ちはありますが、結果としてめちゃめちゃ文句を言ってしまうこともございます。まあ、真剣に取り組んでいるってことですね。お願いします。さあ、お名前なしですね。若者言葉マダオ、カタカナでマダオ。私は中学3年生の担任をしています。この学校では担任とやり取りができる日記を毎日行っています。その日記に生徒が、私の父はだらしなくギャンブルなどが大好きなマダオですと書いてきました。マダオとは何のことを指すか分かりますか？そっか、だからこの先生とかも大変だよね。生徒たちが若者言葉で会話したりするのをさ、だから良くないことでしょ多分。だらだらしてるマダオ、これ もはやこのお父さんの名前なんじゃないの？違うの？マダオですって。ギャンブルなどが大好きなマダオです。え、全然わかんない。これマダオ、オは多分男みたいなことじゃないかな。これ連略してんだよね。マとダとオ。あ、ダはダメだ。ダメ男、ダメ男だ。ダメ男、ま、わかった。マジでダメな男です。マダオ。正解は、あー、なにこれ。まるでダメなおっさんの頭文字を取ってマダオ。惜しい。アニメの銀魂に出てくるそうで、アニメを知らない私からしたら全然わかりませんでしたが、藤谷くんはいかがでしたでしょうか？いや、惜しかったですよ、先生。全然わかんないってことはなかったですね、僕は先生。惜しかったですよ。え、そうなんだ。この、こっからとね、まるでダメなおっさん。マダオ。これ知らないな。これのさ、だって、いい方は、ないのかね。ダメな方じゃなくてさ、なんか例えば育児もなんかで完璧なペキオですみたいな。完璧なペキオです。完璧ペキオです。いや、面白いな。でもこれ知らない。マダオ、マジ、まるでか、まるで、マジでじゃないんだ。もうマの略語ってなると俺もうマジでしか出てこないもん。まるでダメな。へえ、いや面白い。これちょっと面白いか分かんないわ。マダオ、ありがとうございます。続きまして、神奈川県のメイさん。うわ、ギャルガヤ君に若者言葉の問題です。1、もうこれ何て読むか分かんない。待ってこれさ、ラジオで伝えなきゃいけないのよ。これ分かんないんだよ。これおこけ、ひらがなでおとこ、おこでけがアルファベットで、2は2番ね、ひらがなのおに小文字のローマ字で YS。 どっちも LINE で使います。最初何事と思いましたが、なるほどと感心しました。私は使いません。おこってやつあるよね。おこ、怒る、怒ってる、おこ、おこ。おこ K って何でこれだけローマ字なの。おこ K、 おオッケーの上じゃない、オーイエスみたいな。それをあえてオーをひらがなにしちゃってるみたいな。オーイエス。オーイエスじゃん、オーイエス。オッケーみたいな。イエスの上、イエスとオッケーの上。いいねそれみたいな。オーイエスみたいな。さあ行こう。答え。
1番分かんない。 OK が、1番 OKOK、 激しく OK、 賛成の意味、ローマ字読みした後に OKO、 おこプラス K。 札幌一番プレゼンツ、藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ。こんばんは、藤ヶ谷太輔です。さあ、聞こえますでしょうか。鳥とかね、風とか、なんかこう音抜けしたいですけど、なんせもう密室ですね。何の音もせず、でも景色綺麗ですね。緑が多くて、なんか静かなところですね。先週に引き続きピースフル荘からお届けしております。都内のレンタル撮影スタジオです。いや、いいですね。なんか静か、夜ももっと静かなんだろうな。スーパーとか近くにあったら最高だな。お惣菜が買えるような、住むわけじゃないのにそんなこと考えてるっていう。さあ、あなたと過ごす190回目の夜、最後までよろしくお願いします。今夜の1曲目です。12月14日にリリースの新曲、千賀健人くん出演のドラマ夫婦円満レシピ交換しない一晩だけのエンディングテーマにもなっています。キスマイフット2でリバーステージ。お送りしたのはキスマイフット2でリバースステージでした。藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ、キスマイフット2、藤ヶ谷太輔がお送りしています。札幌一番プレゼンツ、藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ。この時間は札幌一番がお送りします。札幌一番、皆さんは札幌一番に7つの味があるのをご存知ですか。コク深いスープの味わいがたまらない醤油味、8種類の味噌のブレンドが特徴の味噌ラーメン、素材の旨味がぎゅっと詰まった塩ラーメン、奥深い香りが口いっぱいに広がるごま味ラーメン、あっさりしながらコクのある塩豚骨ラーメン、パンチの効いた辛さが元気をくれる味噌ラーメンうま辛、濃厚ソースと麺のボリュームが最高のソース焼きそば、7つの美味しさ、ぜひ楽しみましょう。あなたと過ごす土曜日の夜、藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ。いつもお送りしている東京有楽町日本放送のスタジオを飛び出して国内某所にあるピースフル荘からお送りしております。都内のレンタル撮影スタジオで、すごい広いんですよ。 5LDK、 すごいね、居心地もいいですね。和室もあったり、あと庭があったりね、すごい綺麗な落ち着くような場所でしたね。ここで今週もお送りしたいと思います。さあ、ラジオの前のあなたと僕、藤ヶ谷太輔だけの時間、僕に届いたあなたの声を紹介していきます。東京都のマヌエラさん、最近家を建てようと思っていろいろ間取りを考えています。猫が2匹いるので、猫たちが楽しい家にしたいなと思っております。藤ヶ谷くんは家を建てるならこんな風にしたいな、どこに建てたいななど理想はありますか。これでもさ、そろそろ考えないとだよね。よく聞くのが、そのなんか3回目に立った時にね、本当の理想の家になるっていう、なんかうちの父も言ってて、建てて、あ、もっとこうすればよかった、でそれを踏まえて2回目とかさ。いやー、俺はでもね、なんだろう、1回もほら建ててもないし、なんかこう漠然と、でも1個あるのが、もう絶対条件で、雨降ってる日になんか濡れずに車乗れるみたいな、ガレージで、玄関とは別にガレージからも出れるし、玄関から歩いて出れるみたいな、それ結構ね絶対だな。なんか雨降ったまま傘さして車のとこ行って、鍵ガチャガチャって、そう、扉開けて、で車入る前にギリギリ、あ、引っかかった、もうみたいになるみたいな。だからもうそれ
だってやっぱガレージなんか欲しい、いろいろ置けるじゃん、自分のものもそうだし、なんか趣味のなんか空間みたいにもしたいし、あとねいつも思うんだけどね、寒くなるとやっぱこう温泉欲しいなと思うよね温泉かせめてヒノキのあの風呂ヒノキ風呂でね、なんか水風呂とかもあったりな、ちっちゃくてもいいから、だってあったら最高じゃん家にね、えサウナもつけとくかあったら最高だよね。ただドラマとかになるとサウナ行きたいけど明日も朝早いで、移動の往復考えるとこの2時間はとかね、1時90分はちょっと睡眠に当てたいなって思うこともあるじゃない。その時に、あそう俺家にサウナあるわってでそういう台本とかさ、なんかこう頭で整理しながら水風呂入ったりして体も心も整えて、よし働こう、頑張んなきゃいけない理想はでかいぞ、そういうのいいな。こういうなんかまあ家もそうだし別荘とかが もし本当にあれば住めれば、働きます頑張って続きまして、神奈川県のゆうさん、先日娘と話をしていた時に一番古い記憶の話題になり手繰り寄せてみたら、娘は1歳の頃に見たアニメのワンシーン、私は2歳の頃に初めてピアノがやってきた日のことでした。意外に古いことを覚えてるものだねと驚いたのですが、藤谷君の一番古い記憶はおいくつくらいのものですか。すごいね。でもいますよね、だからそれこそお腹の中にいた時の記憶があるとかさ。でも俺もう大人になってからの記憶も全然ないから、もう子どもの頃の記憶なんかもあるわけないよね全然覚えてないもん。だってほらそうじゃん、このラジオでもそうじゃんね、この前これ言ってたけどとかいうのがさ、リスナーさん送ってくるもんね。あなたが買った変態 T シャツ買ったのにさ初見のリアクションみたいなね、番組で買ったんですよね、なんかね変態 T シャツとかメンバーにそういうの配ってっていうロケがあって、俺それって全く覚えてなくて、で私も変態 T シャツ買ってなんか会社に行っちゃいましたみたいなね、お手紙読んだ時に、てか何これって、てか変態 T シャツなんか買う人いんのって、売ってるのすら見たことないわって俺本当に答えてたら、ロケで買ってたんだよ3年前ぐらいね、覚えてないよ。でもっていうのもその、家にある家にあったこうじゃ写真、子供の頃の写真とかをずっと大人になるまで見てたから、なんかそれが刻まれてて実際の自分の記憶なのかどうかも定かじゃないし、でも一個覚えてるのがね、あれ年長さんだったかな、幼稚園の、俺あの未だにあのおでこに傷があるんですけど11針縫ったで、なんかそのね手術の時の記憶はあります。あのベッド寝かされて、なんかこのおでこのところだけ穴が開いてる、なんかね紙みたいなね、なんか手術のその先生が着てるような白衣でもね、俺の記憶だとなんかね青色だったんだね、手術の時とかって緑とか青とかで、多分それと同じような色のを、なんかおでこのところだけ穴が丸く穴が開いて、要は多分本人に見せないようにじゃないかな、あと先生がどこを手術するか分かるようにくり抜かれた紙みたいのがこう自分の顔に来て、なんか見えなくなったのを覚えてる。でそこから多分光があのバチンってついてすぐ眩しくなったのを覚えてる。だから4歳5歳かな、もうそれだけ。4歳5歳のその傷の記憶ぐらいかな。いやさ、まあさすがに1歳2歳はないですね。もう本当に何度も言うんですけども、そもそも最近の記憶すら危ういんで、ちょっとそういうのなんか見れる、まあいいも悪いも含めてだけど、なんか見れるマシンとかって面白くない？これからどんどん技術発展して何歳頃の自分の記憶、見てみたいな。面白い、記憶って面白いですね。さあ、あなたの声を聞かせてください。今思ってること、感じてること、最近あったこと、どんなことでも結構です。受付メールアドレスはgaya@1242.com gaya@1242.com。 あなたの声を待っています。藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ。札幌一番、
皆さんは札幌一番には7つの味があるのをご存知ですか？それぞれに良さがあってどれも好きなんですよね。すっきりしてコク深いスープの味わいがたまらない醤油味、風味豊かな8種類の味噌のブレンドが特徴の味噌ラーメン、素材の旨味がぎゅっと詰まってさっぱり美味しい塩ラーメン、奥深い香りが口いっぱいに広がるごま味ラーメン、あっさりしながらもコクのある塩豚骨ラーメン、ピリッとパンチの効いた辛さが元気をくれる味噌ラーメン旨辛、濃厚なソースとしなやかな麺のボリュームが最高のソース焼きそば、あーどれも美味しそうだな。皆さんも7つの美味しさ楽しみましょう。続いてはこちらのコーナーです。若者言葉クイズ。今時の言葉をあなたから学んでいます。謙虚な姿勢で学ぶ気持ちはありますが、結果としてめちゃめちゃ文句を言ってしまうこともございます。まあ、真剣に取り組んでいるということですね。お願いします。さあ、お名前なしですね。若者言葉マダオ、カタカナでマダオ。私は中学3年生の担任をしています。この学校では担任とやり取りができる日記を毎日行っています。その日記に生徒が、私の父はだらしなくギャンブルなどが大好きなマダオですと書いてきました。マダオとは何のことを指すか分かりますか？そっか、だからこの先生とかも大変だよね。生徒たちが若者言葉で会話したりするのをさ、だから良くないことでしょ多分。だらだらしてるマダオ、これ もはやこのお父さんの名前なんじゃないの？違うのマダオですって、ギャンブルなどが大好きなマダオです。え、全然わかんない。これマダオ、オは多分男みたいなことじゃないかな。これ略してんだよね。マとダとオ。あ、ダはダメだ、ダメ男、ダメ男だ、ダメ男。ま、わかった、マジでダメな男です、マダオ。正解は、あー何これ、まるでダメなおっさんの頭文字を取ってマダオ。惜しい。アニメの銀魂に出てくるそうで、アニメを知らない私からしたら全然わかりませんでしたが、藤ヶ谷君はいかがでしたでしょうか？いや、惜しかったですよ先生。全然わかんないってことはなかったですね僕は先生。惜しかったですよ。え、そうなんだ。このこっからとね、まるでダメなおっさんマダオ、これ知らないな。これのさ、だって、いい方はないのかね。ダメな方じゃなくてさ、なんか例えば育児もなんかで完璧に